やれてるな。いやまだ結構出ると思うよマジで。通してしまっただ。風邪ひいちゃった。風邪？うん風邪いいんじゃないの。どこにも行ってないけどね。泣いてらっしゃるんだね。頭が割れそうです。うん。検査でもしてみますか。しといた方がいいかな。人見つしてもいけんし、うん、何がご希望ですか。うん、そうだね。インフル、うん、コロナ、はい、RS RS なんかを大人がかかったところで出したことないけん、まあインフルとコロナでいいじゃないか。インフルとコロナで RS も気になるの。いや咳がつくけんね。まあでも全部咳がつくもんね、うん、今実際 RS のこと結構接しとる、うん、いいよ全部検査してみようか。でもな大人だけんな私は。分からんよインフルとコロナがさ。でも RS だったとしても、うん、お薬が別にないね。特効薬がないからインフルとかコロナだったらねそれなりの対応があるし。熱を測ってみようかね。まず、うん、持ってこようか。はい。今先生が体温計を持ってきてくださったので、お熱を測っております。ごめんなさい、この片手でこう携帯持ってるので、ちょっと手ぶれなのかもしれません。さっきまで何ともなかったんだけど。
よ。まあ、薬を飲んでから今、6時間ぐらいかな、経ちました。今熱は38度6分。何が痛しいって頭が痛いのと、もう寒気と暑いのこう繰り返しと、喉が引きちぎれそうなぐらい痛いのと、咳が出ることです。なんかもう寝すぎて眠れない感じです。ああ早く元気になりたいよ。おはようございます。ゲスト、喉が引きちぎれるくらい痛い、ショックだ。よろしくお願いします。どうも。いやいや、辛そうだったね私。え、辛そう。それぐらいがちょうどよかった。じゃあ私も答えてみますか。何がないや、恋しいとかって言うね。言っとくけど。そうなの。うん、うん、しかも本当に今もう痛くて痛くて、骨、また痛い。不思議な。一週間以上出るんで、一週間以上経つけどインフルエンザかかってからもう咳が止まらなくて。怖いけ。いや怖いけ、本当に怖いけ。私ね、皆さんに言いたいことがございまして、よくね、直弘さんとかもママとか言われてて、足にも言われるわ。ピカちゃんって大げさなんよねみたいな。そう、大げさ紛らわしい。でもね、大げさじゃなくて、大げさなことを言っとる風だけど、それ全て本当なんですよ。それでまあ元気は元気やでしょ。うん、元気は元気。いや大丈夫でした。何がかからなかった、うん、不思議だね。誰もかかってない。夏目くんもだって熱が出てたりしてたじゃないですか。あいつもしつこくイングル測検査はしたよ。うんうん、見てない。出てて、うん、相当濃かったよね。何したのと思って、どこ行ったのあんたと思って。ね、お使いには行きました。前の日に。うん。それこそ、うん、じゃあ皆さん、ここのお部屋は私のお部屋じゃないんです。可愛いお柄だけど、ここはですね、美容室に行ってまして。急に何？で、これのお使いに行った。あで、これが7月にオープンしたんですけども、うん、ここで使うものをちょっと 買わんといけるなと思って100均に行ったのよ。メモ帳とか買いに。あ、はいはい、それくらい。100均そんなの大体濃厚接触せんやろ。うん、一人で歩いておった。だけ行ったのはそこだけ。あ、そうなの。うん、あとはもう指切った。力ではないとは思いますわ。アイスクリーム食べたいな。最近さ、うん、ビールが美味しい。まあ、やそろは練習頑張ってる。あれ、そういえば私今日顔ピッピしてもらえると聞いとったけど。今日けどさ、顔ピッピするって言ってるけど、こう氷川さんにちょっとこれ焦点合わせてみるとさ、なんかほら今日なんか珍しくお化粧されてません？ちょっちね。ここがなんかだってボニーピンクになってるんですね。オレンジです。夏色メイクです。オレンジです。他のとこにオレンジなんか塗ることあるへんの。普段だって今日撮影なんだもん。YouTube じゃないよ。 YouTube じゃなくてもしっていYouTube の方も気合い入れろや。今日はなんかクリーン、うん、なんか広告をクリニックの、はいはい、作るってことで、なんか写真撮影に来られるけん、なんか映るかなって、もしかしたら。あ、そういうこと。うん、
明日来ますねっていただいた件、そう写真、部屋とか写真撮りに、もしかしたら写っただけなんて思って空気満々なんだ。まあね、まあ、機械とか持ってる姿とかのはいいかもしれないしな、うん、いろんな機械があるよっていうのが、それ見せてくれます。っていうか、言っていいですか。いいよ。マジで暑すぎませんか。暑いな。アイス食べたい。アイス買いに行こう。じゃ毎日アイス食べてるけど、今すぐ食べたいアイス。いいよ。皆さん大丈夫ですか。朝7時半に集合って聞いてたもん。あ、そう、寝る直前に9時って言ってた。9時って聞こえて。うん。7時半だよ。それで今何時だと思いますか ？8 時45分。だって遅いんだもん、毎晩毎晩。最近ね、ゲームにハマってまして。ハマってるな。ワンツー、ん？ワンツースイッチ。ワンツースエビバリ、ワンツースイッチっていうゲームを。あのダウンロードしてとにかく梅と水がイチゴもだな、レモンもだな、いやまあまあみんなでハマっちゃってね、いや面白いね。あのそのスマブラとかってなるとどうしても梅ちゃんとか種ちゃんとかってできないんですよね。なんとなくボタンを押してたまにこう技を出したりするけどワンツースイッチって体で遊べるやつなんで、梅ちゃん種ちゃんもね遊べて、あのタネちゃんがピカちゃん明日も約束ね毎晩毎晩やってる、寝不足だよ。いや面白いね、うん、面白いよ。結構ハードよ。まあね、こうずっと動かしたり、うん、走ったり、うん、なんか家の中に隠したり。そう、めっちゃ面白いね。あのスイッチのあの何リモコンをさ隠して探すんだ、うん、隠れ物みたいなことできるな。あれめっちゃ面白いね。でもしょぼすぎてママたちが隠したやつはチーム戦でね、3分で見つけようって言ったのに18秒で見つけたよな、うん、ママたちが隠したやつ下手とすぎるよ。で我々が隠したやつはすげえ上手に隠したのに、タネがそれあのこっちチームのタネがさ、うん、ここにあるのママたちって18秒だもんノーヒントで18秒で見つけたもん。それ面白いんだよ。まだやってないやつとかあるけど、あるね、なんかこう切ったりとか、うん、あと何があったっけ、押しアタックとか。あ、押しアタック面白かったな。ルメちゃんすごい上手なんだよ。そう、絶対勝てんもん、ルメに。そう、あと10秒ぴったりとかもさ、なんかルメちゃんとかはさマジでちょうど当てたりするから、ここで10秒とか12秒とか指定の数をこうパンその時にこう反応するやつとか、ママとかゼロゼロ秒差で当てたり、ぴったり。梅も1位だったりね。梅も1位。うん。どうなってんだろう。ランとかも梅早いし、ゲームで。ああ、そう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 。ね。うん。あれ面白いよね。面白い。またしたいよね。すごく面白い、うん。すごくおすすめです。そもそもさ、皆さんと一緒にさ、なんか100人でできるとか言って、携帯版だっていうことで、まあとりあえずやってみるかと思って、うん、その8人までできるゲーム版っていうのを。ダウンロードしてみたけど、これがハマりましたね。ハマりまして、もう毎晩でございます。もう眠たいが、うん、だって昨日スイカとタネとお風呂入ったんだけど、私ヒカちゃん、何しに来た？ゲームするんだよねタネちゃん何時でした？来られたの9時過ぎだ私もジム行ってたし、みんなもプールだった。あ、そうか、まあ、プール終わってからってなるうちはな。それでもやっぱり楽しい、うん、終わったら見ないぞみたいな感じで、うん、本当に面白いね。うん、場所起きたけどもういつも遅いかも。ご自身で準備して行かれてたな。まあ、遅かったけどもお風呂とかも入ってたからね。もう寝るだけでした。まあね、うん、寝るだけだった。てな感じでございます。いや、とにかくまあ、でも今日はちなみに今日はスイカさんお泊まりでございます我が家に。あ、そうなの。はい、あ、よろしくお願いします。うちもプランはいろいろ考えてます、うん、はい。
すっごいスイカもね楽しみにしてるようで、昨日それこそ梅がねこう言ってたのよ、ピカちゃんあのスイカが泊まりに行くのはダメ、絶対ピカちゃんがうちに泊まりに来てよなって言って、スイカ顔見たら行くんだ、あ、まあ行くんだ、ピカちゃんが泊まりに来るんじゃなくて、スイカが泊まりに来る、いうことも言って、はい、もう最後なんか諦めたのか、つい、え、え、どっち今日、え、え、どっち、私が行く方、え、そこちょっとはっきりしていただかないと、スイカ諦めた、え、マジでちょっとママに電話してみて、どっち今日、それによっては変わりよ、いろいろあれが流れが、だったら確認しようか、うん、え、マジでどっちやねん、だってパパさんも今日夜いないって聞いたけど、私夜いないけど9時半ぐらい帰ってくるかも、え、まさかまたあれですか、ん、昨日のやつだまだワンチついてるあれで、夏にもやるしね夏でもウェーイとか言ってやってました、スイカも泊まりには行きたいけど、ワンチスイカもしたいな、今ね、スイカ一番ハマった、今ハマってるね、えどっちかと聞いてみよう、夕方に、そうだね、どっちでもいいよ、私は、うん、ゆっくりされたくて、な、されたくていいし、明日明日は特に休みだしな、そうだね、でもなんか言ってたな、スイカワンチスイッチってパーティーゲームだから20分コース、40分コース、1時間コースってあって、確か1時間コースしたいって言ってた気がする、本当、うん、我々最初にやった時は20分コースして、うん、昨日40分コースだもんな、60分まだやったことない、やったことない、なんかやりたいって言ってたわ、言ってた、うん、そっちかもしれない、聞いてみよう、聞いてみよう、はい、でもなんかまあいろいろそれ調べてまた皆さんとどうかわかんない、こう近くにないとできないのか、分からん、そのアカウントを通じて一緒にできるのかまだ分かってなくて、またできるってことだと思ったら皆さん一緒にゲームしたいです、はい、ということで、とにかく元気で一番、まあそうだな、元気なだけまた遊ぼうってなってるんだな、うん、ございますので、じゃあまた、よー、ヤッホー、今日の今日の生配信はね、レモンの誕生日、何、靴踏むなしわしの、飛び跳ねて通るぞお前足、今日はじゃレモンの誕生日4月12日、ジャストだな、今日16歳、15、あ、15歳、うん、お前13なんだ4なんだって今日今朝聞いたよ、5だけどって言われた、怖え、中3は怖いよ、中3でした、怒られるよパパ、うん、今日レモンの誕生日会、うわ、中3って何欲しいだ、プレゼントとかもいらん、うち自分はさ、うん、あのなんか何買ってもらったかな、現金だったかな、現金、あ、服とかだった、あ、お洋服とか靴とか、そういうのがもういいんですかね、うん、私も欲しいものがある、何ですか、あの靴に、はい、この靴にローラーがついたやつ欲しい、やるときは転ぶけ、お願いお願いお願い、いや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 、ご自身で変わったらどうですか、社会人なんですから、私社会人じゃないなんやじゃ、私は永遠の子供だ、ああそうですか、欲しい、ネットに調べてみようか、あ、今時あるだ、そんなローラースケートみたいな、この前子供が使った時いいなと思って、子供だのだけ使ってたそうもう子供の遊びやん、そんなのいつまでそんなんなの、大丈夫、心はわしみたいにもう仙人みたいな心だけね、わしは子供だよ、言おうか、何があった、昨日トライアスロンの練習で一緒に走ったんですよ、はあ、でなんかユニフォームとか何がよ、マンになるけどやめて、もうバンは嫌なんだけど、もう嫌だよ、わしはバンは嫌だ、とにかく大事なんだけど、生配信とにかく今日はレモンさんの誕生日会だと、そう、みんなで祝いましょう、なんか驚かしたいね、驚
買い上げ、やだやだ、うちんちが汚くなってせんよ。ここでしなくてなんでだよ急に。あいつどっちにしても塾だもん今日。あいつ遅いに帰ってくる。みんなでお帰り好きだよね。そうここでしようよ。そうじゃなくてなんか辛いとかにしよう。辛い、デスソース、うん、なんかびっくりさせたいよね。ああ梅とか種、まあ、にはちょっとできんけど、レモン、レモンってどうなの、いじられキャラなのあいつ、うん、絶対そうでしょかな、うん、だってなんかスイちゃんとかはちょっといじめなくなっちゃうけどね。でもスイとかをいじめるとガチで怒るけんガチ怒るな。なんかやりたいなレモンに、まあ、ちょっと検討しますかね。なんかびっくりなんか、あ、なんかあれ持ってきてたやん、黒ひげ辛口黒ひげっていうの知ってますか皆さん。あね、その棒に多分いろんな言葉書いてあって、その指令が、うん、でそのガチャってボン出たらその剣に書いてある指令をやるんでしょ。そういいんじゃない、それ。ああやろうか、パーティーしようか、うん、今日は。あパーティーパーティー、うん、そういうの好きよ、うん、今までに告白したことがないなんかこと、エピソード、ね、家とかさ、なんかねあれもあったよ、一人でずっとなんかひときみたいな、うん、一人で空気椅子みたいな、おめっちゃおもろいよ、うんうん、やってみようか、うん、とにかく今日は皆さんも9時からね、たくさんねなんかの食べ物とかもいっぱい届いてるんで、あーありがとうございます。一緒にこうつまんだり、うん、飲んだりしながら、そうだね、ご紹介させていただいて、うん、やっていこうかと思います。それでは皆さん夜の9時にバイバイ、会いましょう。怖っ、なんか動いたな